俺もうダメだ、あの子のこと考えると胸がバクバクして死にそうなんだ。ちょっと前にこのガジノフロアにブギー様のこといろいろ聞いてきたマルティナって女がいただろ、あの子だよ。すっげー美人で上品な雰囲気でさ、俺なんか相手してもらえないよな。ちょっとママ聞いてる？あれかな、新宿二丁目的な感じなんかな。これまでのあらすじ。仲間を探しながらラムダを目指すアイナは、嘆きの戦士と化した父アーウィンを救うため彼の記憶の中16年前にユグノア王国を訪れる。そこでアイナはかつてユグノアで起こった悲劇の裏でウルノーガが暗躍していたことを知る。現実に戻ったアイナが父を嘆きの戦士へと変えたバクーモスを撃破すると、アーウィンは正気を取り戻し、これまでアイナを導いてきた声の主エレナーと共に天へと召されていくのであった。その直後アイナの手のあざが光り輝き、勇者の力が再び湧き起こってくる。16年前に真実を知り打倒ウルノーガの決意をさらに強く胸に刻んだアイナは仲間たちを探す旅を再開するのであった。よくお戻りになられましたアイナ。アイナに我らが神のご加護がありますように。ということで、どこに向かうんだったっけどこに向かうんだったっけ。さあ、いつまでも嘆いてはいられんな。気を引き締めて次の目的地へ行くとしよう。ユグノア地方にあるグロッタの町ならば人も多いし新たな情報が得られるかもしれん。早速行くとしようかの。お、グロッタの町か。なるほど。グロッタの町ってどこやったあれかあれか。なるほど、上の方やね。じゃあちょっと目指していきますか。行くぜ行くぜエポナ。まあ私の中で馬といえばエポナやけん完璧にゼルダやけん。あれ、こっちじゃなかったっけ。どっか合ってるよね。びっくりした。なんか勝手に違うと思ってしまった。細すぎてマップ上の道が狭すぎて違うかと思ったよ。これ看板やんね。はい、ユグノア城とグロッタの町。めっちゃ不気味やわ。ここグロッタの町合っとる？入るよ。まあ合ってなかったとしたらあの銅像はないんやねんって話やけど。久々のこんなところやったっけ。あんな入り口にあった？よう、あんたたちもあの噂を聞いてこんなとこまでやってきたのか。何？はて、噂とな？なんであんたたちもしかして何も知らねえのか。世界が滅亡してみんな落ち込んでるだろ。そんな心の傷を癒してくれるこの世の楽園がグロッタの町にあるって話さ。何それ。この間すれ違った旅の舞踏家もグロッタの町に行くって言ってたしな。みんな癒されたくて仕方ねえのさ。それにしてもあの舞踏家の姉ちゃんすっげえ美人だったな。楽園に行けばまた会えるかな。でひひ、ここにマルティナが。すごい美人の旅の舞踏家ですって。それってもしかして。兄貴、おっと連れが来たみたいだ。それじゃあな旅の人、縁があったらまたグロッタの町で会おうぜ。遅えぞ、どこで見つけて食ってたんだ。さあ行くぞ、楽園は目前だ。あ、待ってよ兄貴。グロッタの町か。何やら胸騒ぎがする。美人の旅の舞踏家とはもしやマルティナのことかもしれんの。きっとそうやと思う。またこの閉鎖された空間に入っていくのか。びっくりした、段差があったんかはい、行きましょう。ここは出てすぐのところに馬を呼ぶやつはある。あ、こんなとこまで馬でくれるんや、ありがとうね。久々や。でもなんか人がおらん気がする。モンスター？そうやったっけ。なんだか様子がおかしいわね。それにあんな悪趣味な像前に来た時あったかしら。なかったんじゃないかな、わからんけど。ようこそグロッタの町へ。え、モンスター？町の中に魔物？油断するな、アイナ。おやおや、困りますな。どうか落ち着いてくださいませ。このグロッタの町は今や幸せな楽園に生まれ変わったのです。そんな場所で戦闘するなど野暮ですぞ。どういうこと？野蛮なコロシアムなんてもう古い。これからは六軍王であるブギー様が作ったモンスターカジノがここの新名物ですよ。あなたたちも興味が終わりならぜひ2階にカジノで遊んでいってください。どうなっても知りませんがね。ふふふ。
何それ、めっちゃ不気味なんですけど。町の中じゃあモンスターうじゃうじゃおるってこと？魔物が運営するカジノとな。怪しい匂いがプンプンするが、マルテラがいるやもしれん。2階にあるというカジノに行ってみようかな。ふんふん、儲かるかな。びっくりした、さっきの人だこれ。あ、兄貴、町の中に魔物がいるよ。向こうにもなんかおる、パペットマンみたいなの。ヒヒー、グロータの町にある楽園ってのは魔物にとっての楽園だったのかよ。色相を騙された。でもカジノに行ったらしめなんて、どうして俺たちにこんな優しくしてくれるんだ。多分後々、うえー、びっくりした、モンスターにとっていいものが、いいことがあるんじゃないの。ほれほれ、さあさあ、もたもたしとらんと、早く2階に行って楽しんできんさい。お、あんちゃんたちも人間か。新しく生まれ変わったグロッタの町によう来よったの。あんちゃんたちも早いとこ2階のカジノに行ってみ。どうやらいお楽しみが待ってるけえの。負けたら命を奪われるとかじゃないでしょうか。今までは忌々しい勇者を倒すためにオイラたちも毎日働かされて身も心も疲れてたんだけど、魔王様のおかげで勇者もいなくなったし、久しぶりに休みもらえてさ、これでようやくゆっくりできるよ。目の前に勇者いますけどね。ちょっと待って、陽気すぎる。ヘイブラザー、よく聞きな。あんたが人間だろうが何者だろうが、ここでは関係ない。フリーダムに生きろ。何をするにもあんたは自由。ムカつけ殴って欲しいものは奪えばいい。それがこの街にあるただ一つのルールさ。欲望に従って生きる。そんな自由をブギー様は俺たちに与えてくれてるんだ。あんたも欲望も楽しめよ、ブラザー。待って。待って、主人公の顔の動きが。忙しい、忙しい。ちゃんと相手の顔を見ようとするんやね。初めて知ったんやけど。あ、どうも。グロッタ新名物、モンスターカジノですが、おかげさまで大変ご好評いただいてます。あなたたちもカジノに行きたければ、こちらの階段から2階に上がってください。健闘をお祈りします。いろいろとね。いや、剣不気味なんやって、ちょっと。こちらの階段？え、そっち？そっちですか？じゃあちょっと行くわ。ちょっくらい行ってきますわ、モンスターカジノってやらに。いや、そのモンスターカジノにかけるものがさ、命な気がするよね。お金じゃなく。あれがこのカジノのオーナーであるブギー様を叩いてぞよ。何度見ても超クールなナイスガイだわ。でもおかしいわね。あ、女の子。ナイスガイだわじゃなくてナイスガイだわかな。ブギー様ってもうちょっとぽっちゃり系だったような。きっとすっごく気がするタイプなのね。違うやろ。そうじゃなくって、銅像、像やけんさ、作り替えたんやろ、スリムに。スリムでもないけどな、あれ。カジノへようこそ。かわいいね。あー、いらっしゃい。めくるめく夢とロマンの楽園、グロッタカジノへようこそ。この階段を上がっていけば、超ハッピーでご機嫌な遊戯があなたを待ってるわよ。あはん。かわいい、この子。見た目だけ。めっちゃ怖くもな感じする。びっくりした、急に現れた。いらっしゃいませ。おや、人間のお客様ですか。ロトゼタシアの不夜城モンスターカジノへようこそ。いらっしゃいました。こちら2階のカジノフロアでは、お客様に気軽なく楽しんでいただくためにコインを無料で差し上げております。心ゆくまでお楽しみいただいた後は3階のスペシャルルーレットステージへどうぞ。ここよりさらにエキサイトできる場所ですよ。ただし、ここで得たコインはくれぐれも持ち帰ろうなると思わぬよう、ここで遊び尽くしてくださいね。クックック。え、持ち帰っちゃダメなの。ここはスペシャルルーレットステージの観客席へ続く入り口でございますにゃ。でも関係者以外立ち入り気にしたから、こちらは通れないんでございますにゃ。にゃ。そんな可愛い喋り方なの、君。めっちゃ殴り寄りやん。ちょ、喧嘩はやめて。喧嘩はやめてよ。あははは、戦うのって気持ちいいぜ。じーはー。ちょ。本当に何でもありなんだな。この野郎がいきなり俺に絡んできてよ。ぶっ飛ばしてやろうと思ったんだが、バカみたいにタフで全然倒れやしね。そういえば前にもこんくらいタフなやつと拳を交えたことがあったような気が。くそー、とにかくムカつく野郎だぜ。どうした、大丈夫か。ってか通らせろよ。通れねえじゃねえか。向こうから通れってか。くそー。何でもありやったらさ、こっちが別にモンスターを殺してもありなんじゃないの？違うの？楽しんでる？
大当たりが止まらんわい。ブギー様最高じゃ。生命とかなんか吸い尽くされん？お前ら人間の希望だと勇士様だがな。大事が落ちた衝撃の中、なお生き延びて魔王様に立てつこうとしてるって噂だ。魔王様に限って勇者を打ち損ねるようなヘマをするとは思えない。所詮人間どものたわごったろうな。あ、人間の間での噂ね。なるほど。あん？なんだお前ワッキー。こっから先には VIP な客しか行けないスペシャルルーレットステージがあるっき。 VIP じゃないと無理なん。本来ならお前みたいにみすぼらしい奴は絶対に通してあげないっきーが。ラブリーエクスを持ってきたら VIP な客として認めてやるっきー。さあ、オイラの頼みを聞いてくれるっきー。何ラブリーエキスってわからんけどな。お、なかなか話のわかるやつっきーね。じゃあラブリーエキスを1個持ってきたらここを通すっきー。男同士の約束だっきー。ラブリーエクスはこのカジノフロアの景品交換所でコインと交換できるんだっき。わかったらとっとと持ってくるっきよ。なるほど、景品なのか。魔王様はユースから奪ったオーブに闇の力を注いで配下を生んだんだ。それが六軍王と呼ばれる方々さ。まだ生まれたて？ここを治めるブギーさんもその一人だが、チャラチャラと遊んでばかりでな。どうにも品がないのがたまに傷なんだよ。どうせだったら六軍王の花形であるコメロス様の軍に入りたかったぜ。あ、今のはブギー様には内緒な。六軍王の一人なの、ホメロス。なんてこったい。なんかキラキラしてなかった、今。気のせいかな。このスロット、コイン入れたのに動かねえじゃねえか、チキショー。ぶっ壊すバカ野郎、ヒック。なにこれ。うたた寝から目を覚ましたら、この人が私をスロットマシンと勘違いして撃とうとしてるんです。なんか酔っ払ってキレてるし、怖くて動くに動けませんよ。あ、君モンスター？君モンスターなのか。なるほどね。なんかモンスター同士の絡みもいろいろあるんだな。みんながみんなやっぱモンスターだからって言って仲間なわけじゃないんだな。いらっしゃい、人間のお兄さん。魔物だらけのカジノって怖がらないで思う存分楽しんでてちょうだい。アハン。この語尾のアハンってのはね、ブギー様にそう言えって命じられてるの。なんだかセクシーでしょ。アハン。あれやんね、動物の森の語尾みたいな。あー、もうじれったいよね。男だったらいくら無理めの宝の花でもドーンとぶつかっていく根性を見せなさいよ。あの人間の子ならブギー様に会いにスペシャルルーレットステージに向かったわ。あんた早く行ってアタックしてきなさい。それダメだったらその時は私の豊満のボディに抱かれてお泣き、全身全霊で慰めてあげる。え、誰が喋ったの今、こいつ。え、ヒック、俺もうダメだ。あの子のこと考えると胸がバクバクして死にそうなんだ。ちょっと前にこのカジノフロアにブギー様のこといろいろ聞いてきたマルティナって女がいただろ。あの子だよ。すっげー美人で上品な雰囲気でさ、俺なんか相手してもらえないよな。ちょっとママ聞いてる？あれかな、新宿二丁目的な感じなんかな。そういう感じかな。ここには前に闘技場があったって、あったでよ。人間たちはそこで仮面舞踏会っていう闘士の戦いを見て興奮してたでよ。弱い人間はそうやって強いやつに自分を投影して楽しんでたんだよ。ほんと愚かな生き物だでよ。うひょひょ。笑い方。笑い方。マジスロ？違うよ。ねえねえ、そこのお兄さん。マジスロで勝つためにとっても大事なこと知りたくないかしら。はん。この種族はみんなそうなんやね。マジスロを楽しむためのとっておきの情報よ。しっかり覚えておいてちょうだいね。マジスロには調子がいい台と悪い台があってね。当然だけど、いい台を選ぶと勝ちやすくなるのよ。そこで、調子がいい台をこの私がおすすめしてあげるってわけやん。いつでも聞きに来てね。はん。ちゃんと教えてくれるんだろうね。あ、こいつや、さっきの。あのじいさん、キレッキレだな。絶好絶好絶好調。モンスターたちが可愛い、なんか。スロットで大勝ちするし、飲み物は美味しいし、モンスターカジノって最高。ああ、もういい気分だから、一番お高いラブリーエキス持ってきて。今日は夜通しの前よ。あほほほ。お酒なの、ラブリーエキス。アハーンがないぞ、アハーンが。最高、最高、最高潮。はい、ラブリーエキス入りました。ではでは、こちらの姫に、グロッと恒例ラブリーコールいきますよ。ラブラブラブリー、可愛い姫のラブリー度数を最高潮。最高、最高、最高潮。なんなの、ホストなの。ヒューヒュー、いいぞー。ほー、このステージで踊ってるとどんどんテンションが高まってくる。最高にハイな気分になれるんだ。僕はようやく見つけたぞ、本当に自分を解放できる場所を。みんな見てくれ、僕の魂のダンスを。この子のね、決めポーズがめっちゃ好き。いいね。いいね。
それハッスルハッスル。このおじいさんからキレキレ。よお兄さん、いいこと教えてやるよ。ここで思う存分楽しんだらスペシャルルーレットステージに行きな。そこに行ったら、へっへっへ、これ以上は自分の目で確認してくれ。楽しさは俺が保証するぜ。なんかボスがいそうな雰囲気が漂ってるな、その2階ってやらは。ん？この子かな、さっき話した子。いや別の子だな。君いすぎてわかんないわ。え、スペシャルルーレットステージのこと知りたいって？お兄さんかっこいいから特別に教えてあげちゃおっかな。スペシャルルーレットステージはね、その名の通り、ビップな客しか行けないスペシャルな場所なのよ。入り口にドラキに認められたビップな人が入れないのよ。入れないのよ。行きたいなら頑張ってコインを稼いでね。別に私が特別なわけじゃなくて、ラブリーエキスを渡せば誰でも行けるんじゃないか。だってね、マルティナも行ったわけやろ。2回、スペシャルルーレットステージに。いやーもうなんか、ね、モンスターにまで好かれちゃって。人間に恋するモンスターとかいるんすか？マジっすか？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。